妙光寺は茨城県古賀市中央町にある日蓮宗の寺院。正式には3号を宝さん次号を妙光寺という。旧本山は大本山北家教寺、小西法園。鎌倉時代1288年日種によって開かれた。創建寺は後の江戸時代に古賀城の野原堀となる場所にあったが、 1596年から1615年現在地に移されたと考えられている。なお、1373年中山法華教授の日、優が記した譲り状に、下佐国古賀明光寺と記されていることから、南北朝時代には存在が確認できる。また、寺を開いた日種については、1668年、書かれた当時の演技では、初代住職は、 日蓮の時期でし、火種としている。しかしながら、日蓮からかなり時代が遡るが、東ず鏡線1 8 1年5月8日の城にて、持人王の挙兵に参加して戦死した千葉常ね種の子、火種が該当するとも考えられている。当時の古川は、下神戸宗の拠点であり、下神戸氏は、源の頼政の老頭として、持人王の挙兵に参加していたことから、 何らかのつながりが想定される。実際に、妙高寺創建の地とされる、小賀城内は、源の頼政の首を祀った頼政塚があり、頼政の家臣、井の早太志の彦が回帰したと伝わる特性寺も、創建されているなど、ゆかりが深い地であった。小賀妙高寺を解散した人根は、小賀村の人物であり、千葉常ね種の子、ひ種ではない。また、 1306年死亡している。時報として、葛飾北斎が晩年に描いた、七面大名神王、原図がある。ありがとうございます。